はい、こんにちは、みぽたぽたです。はい、今日はもう夏ということで、夏にぴったりなオレンジメイクをしていきたいと思います。私は全然オレンジメイクとか全然しやんねんけど、でも夏やからちょっと挑戦してみたいなと思って、オレンジのコスメを買ってきました。この夏真似できるんではないでしょうかと思っておりますので、最後まで見てください。じゃあどうぞ。ベースは毎日メイクで紹介したベースと全く同じなので、そちらを参考にしてください。ここにニキビできちゃった。ケイトのデザイニングアイブロウで涙袋を描いていきます。一番下の色で描いていきます。まあこれも毎日メイクで紹介したんですけどね。はい、じゃあ続いて肝心のアイシャドウです。はい、こちらジェルスチャートのジェリーアイカラーの9番です。こんな感じのオレンジ色です。これをアイホール全体に塗っていきます。これ結構なんか発色っていうよりはラメだから、ほんのりオレンジになる感じかな。下まぶたにも塗っていきます。はい、ピント合わない。あった、リンメルのプリズムパウダーアイカラー22番。これを二重幅に塗ります。え、これ発色すごい。こちらマジョリカマジョルカのマジョルックかっこイルミネーターブラウン799番です。この真ん中の色を使っていきます。眉毛の描き方誰か教えてほしい。筆を使います。目のこの際に塗っていきます。あ、続いてはこちらのさっき使ったリンメルのアイシャドウを使って下まぶたのここ半分ぐらい塗っていきます。目の下オレンジにした。で、続きはケイトのデザイニングアイブロウのこの真ん中の色を使います。目尻の3分の1ぐらいを塗ります。これでここは三角になるようにしてます。ラブライナーを使います。色はテロップでのせます。分からへん、これ何色か。まだ目に沿ってさっきアイシャドウで描いたブラウンのところまでに引きます。やっぱ垂れ目に引く。とまつげパーマが取れてきたので、資生堂のビューラーでまつげをぐんと上げちゃいたいと思います。これもちょっと毎日メイクと同様やねんけど、キャンメイクカラーチェンジアイブロウの4番をまつげに塗ります。あ、これロン…あ、読めないやつや、これめっちゃむずいやつやわ。レアナニプレミアムロング&セパレートマスカラブラウンでーす。じゃーん、上のまつげに塗ります。じゃじゃん、シュワシュワモテマスカラテシニカル3です。これを下まつげにバーって塗ります。これね、マイクロなんちゃらみたいなやつでめっちゃ細いんです。だから下まつげに塗りやすいです。で、最後仕上げにミシャのデイリーグロッシーアイズみたいなやつで目の下を全体的に塗ります。わー、キラキラー。じゃあアイメイクは完成です。はい、次は私が普段しないキャンメイク、クリームチーク5番。血色ないから、ミホ、あ、ミホって言っちゃった。内側からじわっと出てるようなチークを
したいと思います。だからクリームチークにしました。これを小鼻の横に塗っていきます。トントントンってトン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 、え、発色すごい。横長に置きます。なじませる。わかるかな。最後は仕上げのリップです。ポール&ジョーです。リップスティック N303 です。この色です。ハナコからいただきました。これ塗っていきます。ちょっと私は割と上唇をオーバーめにします。最後にじゃじゃーん、ディオールのアディクトグロス58番、大好きな友達にもらいました。これで口をプルプルして完成しました。パチ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 。たまにはありかなって思っちゃった。夏らしいメイクやなって思う。なんかツヤツヤのオレンジメイクはやっぱ夏っぽくて可愛いなって思いました。女の子らしいオレンジメイクになったんではないかなと思います。この夏絶対このメイクして。なんかメイク動画楽しい。じゃあ終わります。バイバーイ。